い、OK ですか、そろそろ、ね、そろそろ始めましょうかね。はい、ではそろそろ、セミナーの方を始めていきたいと思います。まあ、じゃあ自己紹介から最初いきましょうか。はい、はい、リンカのリンリンブログをやっております、釣りガールリンカです。よろしくお願いします。はい、釣りガールのゆうぽんです。よろしくお願いします。はい、司会進行を務めさせていただきますキャプテン時々アングラー時折カメラマン&ライターのキャプテンマッキーと申します。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、セミナー始めたいんですけれども、まあ、まず最初にね、最後のじゃんけん大会用のねキーワードを、はい、決めておきたいと思います。このキーワードを覚えておかないと商品もらえないので皆さん覚えておいてくださいね。それではキーワードはゆいぽんに決めていただきましょうか。お次はじゃあさっき食べたお寿司で。お寿司食べ物シリーズさっきお肉やったんで、はい、じゃあキーワードお寿司で。キーワードはお寿司、はい、お寿司ということで、はい、最後にそのキーワードを言ってください。はい、それでは、セミナーの方は、はい、船舶免許ビフォーアフターですね、ということで、まあ、この3人ね、免許を持ってる持ってる持ってないということでね分かれてるんで、まあ、持ってる側の意見持ってない側の意見を ね、はい、はい、いろいろ聞いていきたいなっていう感じなんですけれども、ゆうちゃんはね、はい、まだ免許を持ってないんですよね。持ってないんですよ。なんか取りたいなと思ったこととかあります？取りたいです。みんな運転してるの見てたらかっこいいなと思うし。あ、そっか、やっぱこういう仕事とかしてると、まあ、お母さんもね運転されるから。そう、あの東発ファミリーってちょっとあそこにちっちゃいポップがあるんですけど、はい、東発ファミリーね。あ、ファミリー。そう、今回は、はい、家系図カメラマンやっていただいてる近藤さんがお父さん役で、シーマジカルさんって大阪の有名なガイド船のキャプテンしてる富永彩子さんっていう方が、ね、母役で協力してくれてまして、はい、で我々が、まあ、長男、長男、お兄ちゃん、長女、長男、長女、次女、ね、次女末っ子ですね。末っ子で、あそこで流してる動画でそんな感じの、はい、なんかねそんな感じの茶番を行ってます。茶番、自分たちで言っちゃダメです。お母さんとか言ってそうそうそう、茶番を行ってます。まあそんな感じでね、はい、免許は、免許欲しい、欲しい、欲しいです。取ったら何したい？取ったらやっぱ友達とか乗せて釣りとか行きたいですね。やっぱ釣り、釣りしたい。釣りしたい。釣りはいつ頃からやってたの？釣りは結構、小学校ぐらいの時からやってるんですけど、その数はでも多くない、ちょこちょこ。それはおかっぱりで、ボートで。ボートフィッシング。英才教育ですね、これ。ボートフィッシングですね、英才教育されてますね。もうお母さんが毎日海に出るお仕事されてるから、こう、あれですよね、日々日々ちょっとずつ知っていきますもんね。で、やっぱり釣り歴は長い、何、もう10年、10年以上だね。女の子だったらすごい長い方じゃないですかね。まあ、男性はちっちゃい頃からおかっぱりしてるって方も多いですけど、女の子はね、割と大人になってから始める方が多いので、結構女性の釣りガールって30代ぐらいの方が多いイメージがあります。多いですね。でも若い子増えてきましたよね。そうですね、年々若い方もどんどん増えてきてくださってるんですけど、やっぱりまだまだおかっぱりの方がね多くて、あ、まあ多いですね。ボートってなるとやっぱり船舶免許っていうその一つの、まあ、階段みたいなのがあって、そこを取るか取らないかで悩まれる方も多いんじゃないかなと思うんですけど。じゃあ免許は取りたいけど、うんうん、まだ取ってないっていう、その理由とかってなんかこう、これが不安だからいまいち踏み切れないなみたいな。車の免許は持ってるんですけど、うん、やっぱりなんかちょっと違うんかなと思って。自然やからやっぱ危険とも隣り合わせやし、そうだ、ね、その道路は動かないからいいけど、ね、波があるったりとか、まあ、でも逆に風が吹いたりとか、道路って速度規制とか、どっち側走らなきゃいけないとか、うんうんうん、ルールがすごい多いじゃないですか。でも海って大体、まあ、当たらなきゃ OK 的なところあるじゃないですか。ルールはあるけどね。一応その大まかな、まあ、左岸右岸、そう右が通行とか、そう右が通行とかのそういうルールとか、まあ、このあとね、汽笛を何回鳴らしたらみたいな、あるんですけど、まあ、でもあんまり使うことがないのは確かで、結構接近しないと使わないので、自由に走り回れるその爽快感はやっぱりありますよね。広いフィールド、
車だったらなかなかそんなタイミングって日本じゃないじゃないですか、ね、オープンカーでもまあそんなに爽快感はやっぱボートと比べたら全然、うん、絶対この敷かれた道路の上を走らなきゃいけないので、うんうん、海ってもう道路じゃないのでどこ走ってもいいですからね。壁が直接当たるし、あのバイクとかだとやっぱりヘルメットかぶったりしなきゃいけないので、このまんま結構なスピードが出るっていう乗り物あんまり他にないですよね。ジェットコースターぐらい運転じゃないですけどね。運転しないと、ね、あれもレール敷かれてすごい走ってるだけですけど ね、やっぱりボートって気持ちいいですよね。そうですね、気持ちよさそう、自分で運転したら、うん、そう、だから 走る楽しみがあって、釣りする楽しみがあって、あとこれからお花見の季節とかになるんで、ああ、ね、いいですね、ピクニック気分でお弁当持ってちょっと見に行こうよって、うん、そう、あと夏の花火大会とか最高です。海の上から見るとその空いてるじゃないですか、行き帰りがすごい空いてるんですよ、やっぱり。そうです、ね、水の上から行った方がね、花火大会って行ったらすごい人多くて帰りとか大変じゃないですか、うんうんうん、でも水の上から見ると空いてるし、あのすごいパーティーみたいに楽しめます。そうですね、みんなで行くと。そう、信号ないんです信号ない、まあ、一応 あるけどね、あるんだけど、あるんです、信号っていうか、あの灯台、灯台じゃないな、なんていうの、そう、矢印じゃない目印出るんだけど、この時間は入っちゃダメとか入っちゃダメ、ダメなところはねあるんだけど、はい、一応基本的にはそう、あのこう港の中は、あと、まあ、V みたいなのがあったりとかするんですけど、基本沖だったらないですね。そうですね、そうそう、そんな爽快感もありますね、確かに、うん、乗り物としても楽しめるっていう。ちなみに免許持ってる方ってどれぐらい、お客さんで免許持ってるよっていうこと、あ、でも結構少ないんですね、意外と、うん、前回もこんな話して、お母さん思いっきり手を挙げてた思いっきり手前回の時はもうちょっといましたけどね、うん、逆にその免許ないとかボートはあんまり経験がない人が集まってくれた方が、こういう話したら、うん、そうですね。でまた皆さん免許持ってないけどこのボートショーに来てくださってるってことは、やっぱりねちょっとは免許に持って、免許に興味持ってくださってる方が多いのかなと思います。取ろうかなみたいな、うん、取ろうかなと思いつつ、やっぱりなかなか取るまで踏み出せないっていうのが、うん、その船舶免許だと思うんですけど、なんかこう1級2級とかあるんですよね。あ、一応ね1級2級とあと古船とか、古船限定とかですね、あのジェットスキーのとかいろいろ分かれてます ね。でも基本的に2級を取っちゃえば、だいあのこのぐらいの大きさの船までは運転可能です。あ、そうなんですか。はい、まあ、ジェットスキーは別です。ジェットスキーと大型船は別です。あ、はい、でも2級まであれば大概のことは、あの岸から5海里までっていう制限があるんですけど、2級だと、はい、だから海外には渡れません。海外には渡れないんですけど、海外もできたい船で1級取れば、1級取れば免許的には大丈夫。あとそれと船がそのどこまでも行けるよっていう検査を取って、あと機関士が乗ってなきゃいけないのかな、そういう、うんうん、まあ海外に渡るとなるといろいろね、そうそうそう、あれはあるんですけど、まあ1級取ってれば関係ない。免許的に1級取っていけるんですね、はい、2級取ってればまあ5海里だったら、でもまあ大体のところまでは行けますよね。陸から大体9キロ前弱ぐらいなんで、ね、その個人で楽しむ範囲であれば、ね、もう2級で全然大丈夫ですし、この2級っていうのがですね、確か合格率 95% ぐらいあるのかな。そうですね、めちゃめちゃ高いんですよ。だからそんなに難しいもんじゃないんですね。簡単です。ちゃんと勉強すればね取れる。そうそう、ちょっと多分ね、大学生の方とかだったら、あの前日一晩勉強すれば一夜漬けでいけるレベルらしいです。まあね、頑張ればいけるんじゃない、うん、特に釣りとかしてて、その潮の満ち引きとかそういう話がまあ出てくるんですけど。あれ出てきましたっけ。出てくるよ。出てるでしょ。覚えてない。出てるでしょ。あれ出たっけ。出てくる。私がね、めんどくさかったのは、あの小腸物、軽症物ね。あ、軽症物を、あれは覚えるの大変。あれちょっとね、めんどくさかったですね。あれは確かに覚えなきゃいけないんで大変なんですけど、それ以外のことって大体あのチェックシートみたいな感じで。あ、そうそう、あの選択式なんで、そうそう、1問に対して4択かな。そうそう、4択ぐらいの選択形式なん で、すごい簡単なんですよ。まあ、これはないなっていうのが絶対1個2個あるんでそう、4択もあるとほぼほぼは ね、 そうね、簡単ですよ ね、 ね、自然勉強しとけば大体大丈夫。勉強だけしとけばそんなに。あと実技があるんですけど、その学科と実技とあって、そうなんですよ、合わせて合格不合格なんですよ、うん、そう、その実技の方での方、まあちょっと落ちる方もいるかなって感じです ね、 ね、実技落ちる人いてるんですか。実技やっぱりその練習する機会っていうのが自分で船持ってる方って少ないじゃないですか、
だからその練習する機会があの免許その試験前の1回2回とかになるんですね。だからそこまで慣れてなくってあの戸惑うっていうのはあるんですけど、はい、その運転自体はそこまで難しいものではないですね。でちょっと失敗しても 60% OK だったら OK ってことになってて、そうなんですよ。だからちょっと失敗しても全然大丈夫です。私も人命救助1回失敗してるんで、あ人命救助と着岸が難しいよね。あ着岸は成功しました。着岸とあとトラブルシューティングって言ってボートでこういうトラブルが起こったとしたらあなたはどうしますかっていう質問をされるんですね。そうそう、それとかは事前にまああのそういう例みたいなのを覚えておいたら大丈夫です。あとロープワークね、ロープをもやい結びとかっていうのが何種類か習って、その中から1つあ2つだったかな、やってそれができれば大丈夫で、それは別に練習するから ね、ロープのノットとか覚えておくとすごい便利です。まあ、あの小型のアルミボートとかであってもあの結び目が取れちゃって流れちゃうことって結構あったりするので、あのこの結びを覚えておくとすごい便利です。ちなみに話前後するけど、はい、2級ですか1級ですか。私2級です。あ2級なんです。あ僕1級です。あすごい、1級はでもね難しいんですよこれ。いやでも最初から1級じゃなくて、はい、あ2級を取ってステップアップで、あなるほど、あの免許の更新5年かな、有効期限5年で、はい、そろそろ切れるよっていうのを忘れてて、でこのボート紹介場とかで更新ができるんですよね。あで申し込もうと思ってたんだけど、もうすっかり忘れてでボートショー終わってから気づいて、あ普通に更新するのつまんないなと思って、で消費税上がったタイミングなんで、消費税上がるとその更新料も上がるよってなってて、どうせ上がるんだったらじゃあ1級取っちゃおうかなと。なるほど。でも1級って結構勉強期間いるぐらいの内容でしたよね。確か最初からやっぱり1級取ろうとすると、うん、まあ、勉強の量増えるけども、2級で取ってるんでその部分は免除になるんですよね。あそうなんですか。免除っていう制度もあるんですね。でその1級に必要な1級だけの部分を勉強してやればいいんで。そうなんですね。そうすると確かに楽ですね。そうなんです。最初から全部やらなくていいんで、うん、まずは2級取って1級にステップアップだと、まあ結構取りやすいは取りやすいですね。海図とかあるんですけど、こうやって線引いて。1級は合格率どのぐらいになってるんですか。合格率わかんないわかんないけど、でも周りで受けた人と一緒にこう何20人ぐらいで受けるんですけど、はい、あんまり落ちてる人いなかったんで、まあ、9割はないけど8割方受かってると思いますね。あまあ、やっぱりじゃあそれもちゃんと勉強していけば大丈夫なぐらいの内容ではあるんですね。車の免許を想像してもらえれば、車の免許を持っている人は全然大丈夫だと思うんですね。なるほど。あでも車の免許よりは断然簡単だと思います。あそうなんです。ギアチェンジとかないですし、そうね、シフトは入れたらそんなまんま動作に関する 動きっていうのはそこまで多くないですよね。でも船は風に流れるとか波風、そうですね、風がある日は、そうなんですよ。で試験場が川の下流にあったりすると、うん、下げ潮の時はすごい川の流れ速くてとか、私あの試験の時結構風が強くて、あの風が強いから着岸の時が結構大変でした ね。そうだから、あと着岸の時ってあの、まあ、船ってあの前後ろとこのハンドルで左右切るんですけど、あのつける時横にこうつけなきゃいけないじゃないですか。そうですね、あの橋に対して船をこうつけなきゃいけないんで、こう 頭からこう向かって、こう、こう、そう、お尻の方をちょっと桟橋に近づけてあげなきゃいけないから、あのハンドルワークがちょっと難しかったですね。なんか逆に回したりしなきゃいけなくて。そうなんですね。あのトレーラーをイメージしてもらうとちょっと分かりやすいと思うんですけど、押す、まあ、曲がってってバックに入れて桟橋に近づけるんですよ。そうなんですよ、バックを入れないと。 その時はバックをかけると入ってった角度のままバックかけたら戻っていっちゃうんで、反対に切ってバックをかけるんですよ ね。 あのそのタイミングとかがね、うん、ちょっと慣れないと難しいですよ。そうなんですよ、あの体の感覚で分かってないとちょっと難しい部分ですよ ね。 そうですね。1回2回の練習だとちょっと難しいなとは思いました。でもなんとか、そうそう、慣れちゃえば多分全然簡単なんですけど、まあね、ゆうちゃんなら特に練習できる環境もあるし、そうですね、私いいんですね、そういう教師。あ、どうなんでしょうね。免許持ってる人が一緒に乗ってれば、あの操船できるんですけど、港の中とか航路の中とかはダメで、そういうのも勉強するから、はい、勉強がてら、うん、実際 ここはダメなんだなとかって、うんうん、体験が伴うとより分かりやすいから。
なんかとこう今まで話聞いた感じ、ゆいちゃん1級と2級どっち取ってみたい？やっぱり1級ですね。おー、1級取りたい。 上を目指したい。海外行きたいですね。海外渡りたい。船で海外。海外何日かかかるよ、多分。そう、何日じゃ行かないかしら、ね、1週間ぐらいかかる。でも行く場所によりますね。そう、船も大きい船じゃないといけないからね。でもね、どうせ取るなら1級っていうのは確かにありかもしれない。ジェットスキーもやっぱ乗りたい。ああ、じゃあジェットスキーはまた別だから、ただルールはその右側通行とかいうルールは一緒だから。しかもね、なんか最近船舶免許と一緒に試験受けれますよね、追加料金とかで。あ、そうね、一緒に免許取れるよみたいなコースもあるので、そういう方も多いです。ぜひそれはうちのボートを使って、ね、東発さんとタイアップでなんかこう免許企画みたいな、おお、いいじゃないですか、ね、そボートと一緒に企画しといてもらうと ね、あの免許取ってすぐボートも買えるし、免許取って暁には東発さんのボートで、ね、釣りに行くみたいな、ね、企画ができたら楽しそう。楽しそうですよね。ね、持ってる人の意見も聞けますしね、免許を持ってる側の人間も ね近くになんかいなかったりするじゃないですか、免許持ってる人あんまり意外といないですよね。釣り好きでも、なかなか持ってる人ってあんまり、やっぱり友達とかに言ってもえって言われますもん、すごいみたいな。やっぱり女の子だと特に。あ、そうかもしれないですね。なんでそういうのがあるとね、楽しそうですよね。じゃあやっぱり取ってもらってね、最近船舶免許もねすごい安く取れるようになってきてるので。そうですね、10万かかんないですかね、日程は。私ね、私めっちゃ安かった。私5万ぐらい取りました。本当に安かった。めっちゃ安かった。講習込みで、講習込み5万です。それめっちゃ安い、ぐらいで取れました。でもなんかね、安心安全コース絶対取れますよっていうコース12万ぐらいでした。で、自分で勉強して努力してくださいねっていうのは5万ぐらいです。でもそれで1回で取れる、1回で受かりましたよ。だから全然難しくないんで。そうそう、あの一応あのその安いコースの場合、講習 の時間が短いみたいなのがあって、あ、ね、1日であのその学科勉強の方とあの実習の方をやっちゃうっていう感じ。ちゃんとしたコースだったら丸1日学科をやって、丸1日練習やってとかいう感じです。でも私全然そんなにボート運転したことない状態で半日実習受けただけで受かったんで大丈夫だと思います。そんなに難しくないです。しかもあのそれこそ正解率6割で OK なんで、ちょっと失敗しても大丈夫と思っとけば、はい、大丈夫です。楽に。そうね、プレッシャーを感じるとね、間違っちゃうことがあるからね。そうなんですよ。私があの受けた時もそうだったんですけど、大体あの実習の時ってあの3人1組で受けるんですね。3人で一緒にボート乗って、ね、あと教官が1人乗って4人乗りで、まあ、3人であの 1人ずつ教官があれやってください、これやってくださいっていうのを順番にこなしていくんですけど、一緒に乗った男性の方が車は全然すごい大きいのを運転されてるんだけど、ボートの時にその教官に見られてるのにすごい緊張しちゃって、めっちゃ緊張しちゃって何回も失敗しちゃうみたいな、その負のループに陥ってしまう時。あれでもやり直しできるから、ね、1回だけやり直しできるから、ね、そう、1回やり直し OK です。そうなんで全然リラックスしてたら大丈夫だと思います。あの1回失敗したけど大丈夫って思っとけば。まあじゃあ今年は、今年の目標は免許取ります。ぜひ取ってほしいですね。で、取って来年またトークショーに呼んでいただいて、で取ってどうだったのかっていう話をね、取った時どうだったっていう話とか聞いたら ね、面白いですよね。また面白いと思って、そう、それでと、まあじゃあ僕も私も撮りたいっていうお客さんがまたいてくれたらね、東発ファミリーで行きましょう。そう、東発ファミリーで。私もそうですね。ね、あ、そうね。次は、ロケは、ゆいぽんが操船して。次女が。次女が。末っ子が運転。末っ子が運転。そう、逆にプレッシャーだから我々は。確かに。そう、逆に怖い。そう。怒られるか、多分ね。すごい、こう。あんたたち何やってんの一番厳しい。 そんなんじゃ釣れないでしょっていう、ね、操船も釣れる操船、釣れない操船ってやっぱりね、あるんでね。やっぱりね、あのこだわってくると ね、消化にこだわってくると、どれだけ魚にプレッシャー与えない付け方っていうのもね、出てきたりしますよね。まあその辺はじゃあ次のメインステージのトークショーでちょっとね、また話をしようかな。でももうだいぶ緊張してない感じで大丈夫かな。そうですか。でもまだちょっと緊張してます。あ、そうですか。じゃあまた次のメインステージで、はい、はい、なれます。頑張ってみんな、あのまた来てください。はい、ぜひまた次のね、あのセミナーの方はステージが変わりますので、その辺をお気をつけて。どっちですか、メインステージ。メインステージ、
トヨタさんの向こう側です。トヨタさんの向こう側にあるメインステージで次は、はいはい、セミナーをやらせていただきます。何時だっけ、12時35分、14時35分、お客さんから教えてもらうっていう、あと1時間ちょこっとね、はい、1時間後でまた、はいはい、セミナーをやらせていただきます。その時もね、はい、またキーワードとプレゼントそうです、ね、はい、やらせていただきますんで、はいはい、初めの方から来ていただければ、はい、何か当たるかなと思います。はい、はい、じゃあ、それでは船舶免許ビフォーアフターはこの辺で締めさせていただいて、はい、じゃんけん大会を、はい、させていただきたいと思います。さっき言ったキーワードを覚えてますか？